ナイトウェイジのワンポイントレッスン、アセゴールゴルフ部。今回のレッスンはこのアドレスですね。アドレスのこの構えの大切さ、まあ、何を一番気をつけたらいいかというところなんですけど、多くのアマチュアゴルファーがミスしてしまうポイントとしては、やはり上体がこの肩が前に出てしまって、この猫背になってしまうという方が多いと思います。そしてこうご自分のですねスイングを、例えばスマートフォンの中で撮って自分のスイングをこう見た時に、随分自分の構えは猫背だなというふうに思われる方多いと思うんですけども、これがどうやったら修正するのか、でこれをですね猫背にしないでただこう起こしてしまうと、今度はガチガチになってしまって、きれいに体が回転しなくなってしまうと、こういう経験をお持ちの方たくさんいらっしゃると思うんですけど、これは一つですね手順が間違っていて、無理に姿勢を良くしようとしてしまうことによって結果的にガチガチになってしまうということなんですね。でまずなぜ猫背になってしまうかというところなんですけれども、これはまずまっすぐ構えたところからクラブはこの胸の前の方に当然持ってきますね。でここで握るときに肩が前に出ます。で前に出た状態でそのまま前傾してしまうと、こう後方から見て分かるようにこう猫背の構えになってしまうんですね。でこれは何がいけないかというと、まず肘が両肘が外向きになってしまっている、脇が空いてしまっているので、正しいバックスイングができない、正しいコッキングができないような、この骨格の向きにもなってしまっているということで、見栄えだけでなくその骨格のポジショニングも悪いということになります。なのでまずまっすぐ直立したところで、肘をぐるっとですね手のひらを空の方に向けるように肘を下に向けます。そうすると肩甲骨がぐっと下に下がって肩のラインが正しく揃います。でここで初めてグリップを握る。そうすると正しいこの骨格バランスのまま肩が前に出ませんので、そのままアドレスをすることができます。なのでまずこの状態で言うと、一番大切なのはこの肘の向き、そして両脇が締まって肩がちゃんと後ろにあることですね。前に出ずに正しいまっすぐ立った状態の位置をキープする、この後ろの位置をキープすることで正しいこのアドレスのバランスを作ることができますので、ここから初めて前傾していただければ、肩がこう前に出ることもない、肘も外向きにならなくなりますので、猫背のアドレスが治ってきますし、でこれをキープして体を回転させていけば正しいバックスイングにもつながってくるということになりますので、今のですね肘を内側に向け、手のひらをですね空の方に向け、で肩を脇を締めて肩を下ろす、そしてそこでグリップをつく、でそうなってから初めて前傾をするというこのバランスですね。このバランスと手順を保ってぜひ練習してみてください。皆さんこんにちは、杉山美穂です。萩原菜乃華です。ツアープロコーチの内藤裕二さんが部員たちの設定した目標に1年かけてレッスンしてくれる番組です。本気で上達したい皆様ぜひ必見です。アスゴルゴルフ部、毎週日曜夜10時からゴルフネットワークにて絶賛応援中です。アスゴルゴルフ部。